ジョージ・パドモアは、トリニダード・トバゴ出身の共産主義者、パン・アフリカニスト。本名は、マルコム・イヴァン・メレディス・ナース、マルコム・イヴァン・メレディス・ナース。トリニダード島のアローカに生まれ、1924年医学を学ぶため、テネシー州のフィスク大学に留学。その後、ハワード大学に転校し、そこでアメリカ共産党に入党して、なお、ジョージ・パドモアとした。 パドモアは黒人学生のリーダーとして頭角を表しコミンテルンに参加。1929年にアメリカを離れソビート連邦に移住し赤色労働組合インターナショナルの黒人局議長を務めた。1934年コミンテルンから追放されロンドンへ移住。そこで知り合った CLR ジェームズと行動を共にした。この頃から パンアフリカニズムを唱えるようになり、1945年10月のマンチェスターでのパンアフリカ会議において、クワメ・エンクルマと共に初期を務め、ジョモケにやった W.E.B. デュボイスらと戦後のアフリカの独立についての指針を討議した。ガーナ独立後の1957年、パドマーは政治顧問としてクワメ・エンクルマに招かれ、以後ガーナに定住した。 1959年9月23日、入院先のロンドンの病院で亡くなった。ありがとうございます。